set the volume too high. Jutsu Kaisen! Wanna head back? Your settings have been saved.指なんて拾わなければ、食わなければ。ユージ、お前は強いから人を助けろ。お待たせ、ユージ。あれ、どうかした？いや、俺は弱くて誰も助けられなかった。それどころか伏黒を殺しかけた。強くなりたい。最強を教えてくれ。いい心意気だね。じゃあ何を教えてくれんの？最強の呪術を教えてあげる。倒す。じゃあ早速と、おし、よろしくお願いします。まずは僕のところまで来てみようか。いいね、いいね。やるねやるね。いい動きだ。次は僕に攻撃を当ててごらん。怪我しても死んないよ。奪ったところで、やっぱり近接戦闘に関して有事の体術に呪力を上乗せして、それなら俺もできるぜ。じゃあやってごらん。どう？どれっぱな。まだ出せねえ。やるね。こもってなかったね。
ジロク。最後。無理だ。まだ出せねえ。やれ。やれ。次は僕が攻撃するから対処してみ。実戦形式が一番かな。本気でかかっておいで。終了。へっ、楽勝楽勝。あの時なんとなくコツをつかんだ気がしたんだけどな。呪力の源は負の感情。君の言うあの時は怒りや恐怖に満ち溢れていたんだろう。みんなわずかな感情の火種から呪力を捻出する訓練をしてるんだ。逆に大きく感情が触れた時、呪力を無駄遣いしないようにね。あいつらに顔向けできるように頑張らねえと。
任務がいいかな。始めよう。これでいいのか？勝つぞ。呪いでしか払えない。お前じゃ勝てないんだ。そんなこと言ってる場合か。それじゃお前は死ぬだろ。今帰ったら手に悪いんだよ。それだ、こっちはこっちでめんどくせえ呪いかかってんだわ。体で何してんだよ、返せ。お前、なんで動ける。いや、俺の体だし。
動くな。お前はもう人間じゃない。は？呪術規定に基づき、虎杖悠仁、お前を呪いとして払う。任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。最強を見せてあげる。スクナと飼われるかい？スクナ？君が食った呪いだよ。ああ、うん。多分できるけど。じゃあ、10秒経ったら戻っておいで。でも…大丈夫。僕、最強だから。カッコつけさせてもらうよ。殺す。特に理由はない。実はまだ本気じゃない。逃げられないよ。まずは始まってるぞ。ついてくれる。ほら。いつの時代でも厄介なものだな。7、8、9、そろそろな。お前だ。そんなんじゃ勝てないぞ。よっ、打ち上げるよ。はっ、よっ、へっ。やられないでね。逃げられない。目を上げてないぞ。逃げられない。センスあるね。ついてこれる？呪いを逃げた方がいいんじゃない？まあだね。そんなんじゃ恥ずかしがるなよ。楽しくなってきた。ついてくれる？そんなんじゃ楽しくなってくれね。そうだち。これから恥ずかしがるなよ。バカ。相手が悪すぎたね。面白い。でしょ、僕最強だって。当然。大丈夫だった？驚いた。本当に制御できてるよ。でもちょっとうるせえんだよな、あいつの声がする。それで済んでるのが奇跡だよ。何したんですか？気絶させたの。目覚めた時、スクナに体を奪われていなかったら、彼には器の可能性がある。さて、ここでクエスチョン。彼をどうするべきかな。仮に器だとしても、呪術規定にのっとれば虎杖は死刑対象です。
でも死なせたくありません。可愛い生徒の頼みだ。任せなさい。てなわけで改めて君、死刑ね。え、階層と展開が合ってねえんだけど。どの任務がいいかな。始めよう。死刑は死刑でも執行猶予がついた。一から説明するね。これは君が食べた呪物と同じものだ。全部で20本、うちではそのうちの6本を保有してる。そしてこれは壊せない。それだけ強力な呪いなんだ。そこで君だ。君が死ねば中の呪いも死ぬ。だからこう提言した。どうせ殺すなら全ての宿儺を取り込ませてから殺せばいい。あそこで君には今2つの選択肢がある。今すぐ死ぬか、全ての宿儺を見つけ出し取り込んでから死ぬか。お前は強いから人を助けろ。お前は大勢に囲まれて死ね。亡くなったのは？じいちゃん。でも親みたいなもんかな。そっか、すまないね、そんな時に。でどうするか決まった？こういうさ、呪いの被害って結構あんの？今回はかなり特殊なケースだけど、被害の規模だけで言ったらザラにあるかな。スクナが全部消えればさ、呪いで苦しむ人も少しは減るかな。もちろん。あの指まだある？ん？改めて見てみると気色悪いな。さて2本目、10分の1か。どうなる？うわ、まず笑えてくるわ。確定だね。肉体の体勢だけじゃない、宿儺相手に難なく自我を保てる。千年生まれてこなかった逸材。どったの？なんでもない。それより覚悟はできたってことでいいのかな？全然。なんで俺が死刑なんだって思ってるよ。でも呪いはほっとけねえ。本当にめんどくせえ遺言だよ。宿儺は全部食ってやる。あとは知らん。てめえの死に様はもう決まってんだわ。いいね、君みたいのは嫌いじゃない。楽しい地獄になりそうだ。任務がいいかな。
始めよう。とりあえずユージはこれから学長と面談ね。下手打つと入学拒否られるから気張ってね。なんだ、貴様が頭ではないのか。力以外の序列はつまらんな。貴様には借りがあるからな。小僧の体を物にしたら真っ先に殺してやる。宿儺に狙われるなんて光栄だね。やっぱこいつ有名なの？両面宿儺は腕が4本、顔が2つある仮想の鬼神。呪術全盛の時代、術師が総力を挙げて彼に挑み敗れた。まごうことなき呪いの王だ。遅いぞ、サトル。矢賀正道学長だ。虎杖悠仁です。よろしくお願いします。何しに来た？面談。呪術高専にだ。呪術を習いに？その先に何を求める？じいちゃんの遺言で、俺はとにかく人を助けたい。遺言？つまり他人の指図で君は呪いに立ち向かうと？不合格だ。人形じゃなかったのか？呪骸、人形だ。私の呪いがこもっているわね。九死にこそ人間の本音は出るものだ。納得のいく答えが聞けるまで攻撃は続くぞ。つうか、そもそも他人じゃなくて家族の遺言だっつーの。くそ、明かりが。家族も他人のうちだろう。呪術師は常に死と隣り合わせ。自分の死だけでない、呪いに殺された人を横目に呪いの肉を切り裂かねばならんこともある。不快な仕事だ。それを他人に言われたから笑わせるな。ざけんな。俺は自分が呪いに殺された時もそうやって祖父のせいにするのか。死に際の心のありようを想像するのは難しい。だがこれだけは断言できる。今のままだと大好きな祖父を呪うことになるかもしれん。呪術師に悔いのない死などない。今一度問う。君はなぜ呪術高専に来た？運動も喧嘩も昔から人並み以上にできた。でもそれを一度だって俺にしかできないって思ったことはない。宿儺を食う、それは俺にしかできないんだって。飯食って、風呂入って、漫画読んで、ふと気持ちが途切れた時、ああ、今宿儺のせいで人が死んでるかもなってへこんで、
には関係ねえって自分に言い聞かせるのか。そんなのごめんだね。自分が死ぬ時のことは分からんけど、生き様で後悔はしたくない。悟、寮を案内して。合格だ。ようこそ呪術高専。でも別にユージが戦う必要なくない？スクナの指は僕や伏黒が取ってくるから。いい、やるったらやる。ま、君が戦わないなんてことはありえないんだけどね。あ、試したな。そんなに簡単に見つかるならとっくに全部見つけてるっちゅう話。君の中のスクナが力を取り戻すために指の在りかを教えてくれる。君は器であると同時にレーダーでもあるわけだ。現場にいないと始まらない。隣かよ。お、伏黒、今度こそ元気そうだな。二人とも明日はお出かけだよ。3人目の1年生を迎えに行きます。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか？勝つぞ！で、なんで原宿集合なんですか？本人がここがいいって。俺たち、今からあれに話しかけるの？ちょっと恥ずかしいな。おめえもだよ。おい、こっちこっち。どんじゃ、改めて。釘崎野原、喜べ男子、こう言ってんよ。やっぱ俺も行きますよ。無理しないの、病み上がりなんだから。今回試されてるのは野原の方だよ。ああ、たる。なんで東京来てまで呪いの相手なんか。時短時短、二手に分かれましょう。ちょっと待てよ、もうちょい真面目に行こうぜ。呪いって危ねえんだよ。最近までパンピーだったやつに言われたくないわよ。さっさと行け。今日ずっとお前の情緒が分かんねえんだけど。嬉しいぞ、マリオ。出た、呪い。
ユージはさ、イカれてんだよね。異形とはいえ生き物の形をした呪いを一切の躊躇なく取りに行く。才能があってもこの剣をと恐怖に打ち勝てず挫折した呪術師を恵みも見たことあるでしょう。今日は彼女のイカれっぷりを確かめたいのさ。がいいかな。始めよう。どの任務がいいかな。始めよう。これでいいのか。さっさと終わらせるわよ。この呪い、それで隠れてるつもり？来ないならこのまま払うわよ。呪いは人の心から生まれる。人口に比例して呪いも多く強くなるでしょ。地方と東京じゃ呪いのレベルが違う。それ抜いた方がいいわよ。私の呪力が流れ込むから。決まった。ほら、もう大丈夫。おいで。イタドリ呼ぶか。待て！人質？この呪い、知性がある。くさ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 ！こんな呪い全然大したことないのに。4級、せいぜい3級の下の下でしょ。それを自覚してるんだ。それゆえの人質作戦。落ち着け。私が死んだらその後子供も死ぬ。子供が死んでも私は死なない。合理的に考えて私だけでも助かった方がいいでしょ。丸腰よ。その子を逃がして。最後に沙織ちゃんに会いたかったの。あれ？外した？大丈夫か？でかした！これで心置きなくやれる！その面へこませ！
飯食わねえよ。そんなん余裕に決まってんでしょ。いいね、ちゃんと行かれてた。だから言ったろ、一人は危ねえ、真面目にやれって。一人は危ないなんて言われてないわよ。言ってなかった。俺もしこたま聞かれたけどさ、お前なんで呪術高専来たんだよ。田舎が嫌で東京に住みたかったから。そんな理由で命かけれんの？かけられるわ。私が私であるためだもの。そういう意味ではあんたにも感謝してる。私が死んでも、私だけ生き残っても、明るい未来はなかったわ。ありがとう。まあ、
理由が重けりゃ偉いわけでもねえか。はい、お礼言ったからチャーラー貸し借りなーし。なんだこいつ。お疲れ様んさ。子供は送り届けたよ。今度こそ飯行こうか。ビフテキシース。どったの伏黒。別に出番がなくて拗ねてんの。ぷぷー子供。任務がいいかな。